久保さん今回トヨタといえば今度はホンダ行きましょうか。ホンダ総一郎さんね。ホンダ総一郎さん。新しいことをやれば必ずしくじる腹が立つ。だから寝る時間食う時間を削って何度も何度もやると。新しいことをやれば必ずしくじる腹が立つ。だから寝る時間食う時間を削って何度も何度もやると。うーん みんな新しいことをやるときに、なんか前提条件がないんですよね。なんかあんま失敗したくないんでしょうけれども、その稼げるんですかっていう質問を久保さんも相当聞いてきたと思うんですけど、稼げるんですかっていう質問があるっていうことは前提条件で、稼げないかもしれないっていう前提条件がないんでしょうね。うん。なんか新しいことをやるってことは、まあわかんないこともあるだろうし、 あのしくじることもあるだろうし稼げないこともあるだろうしだけどで、まあ、やり方よく分かんなくて腹も立つこともあるだろうしでも稼ぎたいんだったらねそれでも稼ぎたいんだったらあの寝る時間食う時間削って何度も何度もやるしかないんですよねででもそれをやりたくないんでしょうねそれをやらずしてそれをやらずして成功したいそれをやらずして稼ぎたいと思ってる人が多いのかなと前提条件ですよね だそれはね世の中のキャッチコピーで稼、まあ、僕も稼げますよみたいなことを言ったりとかしますんで、まあ、やればね、やれば稼げるんだけども、じゃあやったら稼げるんですかっていうまた問いですよね。まあ、この水掛け論は一生かあの終わらないんですけどうん、まあ単純に何度もやるしかないんですよそう。さっきね、お客さんからメッセージいただいて、あの去年ね、僕はあの熟成さんの商品でブックメーカーの商品売ったんですよ。 で、それで、まあ、コミュニティに入って、で、さっきメール来てたんですけど、今、1日1万ね、ブックメーカーで稼げるようになりましたっていう。で、そこのメールで書いてあったのが、才能もセンスもない僕だったんで、1年かかりましたと。去年入ったんですけど、1年かかりましたと。でも今は、1日1万稼げるようになりましたと。本当はありがとうございましたみたいなメールが来てたんですね。だ何度もやったわけじゃないですか。<laughs> 何度も。 どうすかね今、一日一万稼げる人って多分いないと思いますよ。普通に働いてたら。普通に働いてて一日一万稼げてます。だって手取り14万だ少ねえって言ってるわけじゃないですか。手取り20万とか。まあ一般的に手取り30の人って少ないと思うぞ。あのー、平均値言ったら。で、一日一万稼ぐっていうのはすごいことですよね。うん。だけど、まあメールで書いてあったのが才能も、 何もなかったですと。だから時間はかかってしまいましたと。うんだけど、まあ、あの、ありがとうございますみたいなね、お礼いただきましたけど、紹介してくれてありがとうございますみたいな。だ僕もね、結構時間かかったと思うんですけど、今自由にやってますけど、才能があったわけでもなく、うーん、何もなかったわけですよ。才能があったらね、どっか就職して、なんか、普通に生きてたかもしれないですね。 才能を見ぬ、才能があるんだったら才能を見,見抜けるう人事がいても良かったですよね。才能があるんだったら。多分才能がなかったんでしょうね、当時。<laughs> 何も <laughs>。うん。まあ、ほとんど不採用通知でしたからね。うん。まあ、時間かかってもやる価値は僕はあると思いますね。自由を手に入れるためであるならば。うん。 で自由を手にし、時間はかかったけども自由を手にした僕はもうお伝えできるのは、あの、時間かかってもここに勝負する価値はあるよと。でも、その勝負してもしくじることもあるし、失敗もあるし、いっぱいあるよと。そんなのは当たり前だと。だけど、それでも何,何度でも立ち上がってやるのか、やんないのかっていうのが、結局分岐点であるってことですね。その境目が。 久保さんも最初からネットビジネスできたわけじゃないし、見よう見まねでね、わかんないこともたくさんあっただろうし。うん。でも、結局、その分岐点で折れ,折れず、ずっとやり続けたわけじゃないですか。うん。もちろん、ただ、ただやってるだけじゃなくて、そこに思考、改善が、もちろんあったわけなんだけども、うん。まあなんかね、前提条件がみんななんか、ここはないんですよね。新しいことをやれば必ずしくじるし、腹が立つ。 この前提条件がみんなないんですよ。あ、その当たり前だということですね。いってらっしゃい。